はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。自分がね、もうすぐもう5ヶ月ぐらいで58になるんですけども、もう自分がね、こういう年になってくるとね、だんだんね、そのね、その先をね、考えてしまうんですよね。もうね、同級生はね、浪人してる人は今年59になりますから、来年まあ一応の定年になるわけですね。で、今あれですよね、その60歳までこう新卒の時に入った会社でいられる人ってほぼいないんで、あるいは、まあ、自分で辞めはるんで、まあその60歳で定年かっていうと、まあ会社によって違いますわね。まあだいたいちょっとした会社は65歳ぐらいまで、まあお給料がもらえる状態にはしてくれるらしいですけどね。で、まあその先とか考えてしまうと、もう完全僕らどう言いますか、老人ではないですけど、初老でこう引退が見えてくるわけでして、だんだんこう自分の肉体の衰えはね、もうすごく感じますよね。ちょっとしたことで怪我しますしね。去年、一昨年かな、一昨年はあれやりましたよ、膝の半月板ちゃうわ、お皿、膝の皿をちょっと傷つけたりしてね、えらい目に遭いましたけど、まあ、昔のようにはですね、こう動けないということなんですよ。だんだん最近はね、脳ですよ、脳。人の名前が出てけえへん。あの人と思って、顔は出てくるんですけどね、あ、なんちゅう名前やったやろと思って、ね、結構これは最近ひどいんですよ。まあその人の前で出てけへんっていう時もたまにありますけど、お前なんちゅう名前やったかなというのはたまにありますけどね。そんなんね、今まで 2,3 回しか会ってない人なんかね、顔と名前完全一致しませんよ、私。まあ昔からそうですけどね。よほどね、この人っていう覚えてる人やったら覚えてますけど、そんなんね、ようさん人に会いますからね、これでもね。だって毎週一人ぐらいは名刺交わすような人と会いますからね。それも2回目来はってもほんなら知らんや、そんな。もう以前お会いしましたかとかって言いながら始めるんですけどね。大体メディアの人ですけど。さて、そのニュースポスト7でこんな記事がありました。もしかして軽度認知障害クエスチョン、医師が実践する簡単な診断テストって。なんかね、こんなん読んでしまうんですよ最近。もうね、情けないっちゃ情けないですけど、これ鎌田先生、鎌田稔医師、諏訪中央病院名誉院長の鎌田先生のね、白いおひげを蓄えた写真が載ってますけど、どう読んでいきますね。老いについて医療者として取り組み続けている諏訪中央病院名誉、すいません、ビール飲んだとこなんで、名誉院長の鎌田稔医師、認知症が軽度認知障害かを診断する簡単なテストについて鎌田医師が紹介する。昨年の秋、僕が出演しているラジオ番組、日曜は頑張らない文化放送、日曜朝10時からにゲストとして山本友というですね、月を2つ並べて、山本奉仕、読みません、歴史の詩ですね、さんを招いた。僕が以前週刊朝日で連載していた時の担当編集者だ、友文さんって読むんですかね、よく知りません。新聞記者の経歴があり、小栄郎六助さんとは B1 記者といつも褒めていた。その山本さんに異変が起きたのは60歳を過ぎた頃は、いやだ、もうすぐ60歳過ぎるやん。たった1ヶ月半の間にズボンのファスナーの締め忘れが13回、電車で乗り過ごしたのが13回、会合のダブルブッキングが2回、人の名前が出てこないのはもはや日常茶飯事だという、いやわ、名前出てけへんねん。大学病院の物忘れ外来で、海底長谷川式簡易知能評価スケールなど認知症の4つの検査を受けると、軽度認知障害、MCI と診断された。このね、チャンネルのね、登録者さんね、ほとんどがね、45歳以上で、65歳以上もいっぱいいるんですよ、4割ぐらいです。皆さん、身近な話ですよ。軽度認知障害は認知症の予備軍の階段、放っておくと4年で 14% が認知症にあんねんで、放っておくと認知症、生活習慣を改善することで約半数が健常に戻ると言われている。
山本さんにはラジオ番組で軽度認知障害になった体験を語ってもらったのだ。認知症かあるいは軽度認知障害かを診断する場合、僕の外来では簡単なテストをする。はじめに今から言う数字を覚えておいてください。4つの数字を口頭で伝える。例えば皆さん覚えてくださいね。0628。そして別の質問をしたり家の様子について聞いた後、最後に伝えた数字を思い出してもらい、逆側から言ってもらう。どうですか、逆側から言えますか。正解は8260。読者の皆さんもできるかどうかぜひやってみてほしい。全然自信ないわ僕全然自信ないわ。鼻からね、後で前逆から言えって言われて、分かってるんやったらね、その覚えてますよ一生懸命。でもね、そんなんね、忘れるわ。忘れますわ、きっと。他の話してたら。うん、このテストは前頭葉の働きのワーキングメモリーという機能をチェックしている。ワーキングメモリーとは、何かの作業をするときに必要な情報や記憶を短期的に保持しておくことで、これがうまく働かないと作業ははかどらない。仕事だけでなく人の話を聞きながら説明したり質問したりするのもこのワーキングメモリーが働いていると言われる。僕はね、最近ね、あそこに行ったら帰りにあそこに寄って何を買わなあかんとか覚えてると思いながら行くでしょ。忘れるんですよ。あのお店に行ったらあれを買わなあかんとか言って、で、あれここに来たら俺何か買わなあかんかったやんと思い出せへん。昨日もね、コーヒーのフレッシュをね、買わなあかんと思ってね、ドラッグストアに行ったんですよ。で、あれと言って酒のつまみとか買いながら、俺何か買わなあかんかったやんとかって思いながら、で最後の最後で思い出して、あフレッシュやんと思って、コーヒー飲めようになるやんと思って思い出したんですけど、思い出さずに帰ってくることって多々ありますよ、うん、これ危ないんですかね。鎌田先生に見てもらいたいけど、4つの数字を逆から言うことができなかった人はワーキングメモリーが低下している可能性がある。もしかしたら認知症予備軍の軽度認知障害のさらに前段階くらいになっているかもしれない。なってるかもしれないわ俺ほんまにほんま人の名前を思い出せませんからね。山本さんは軽度認知障害の診断を受けたが、回復のためにできる限りのことをしようと固く決意した。そして認知症デイケアに通い、認知力アップトレーニングや楽器を使った音楽療法、集中して絵を描く芸術療法に取り組んだ。特に筋トレには手応えを感じたという。その結果見事軽度認知障害から回復することができたのだ。そんなことしなあかんの嫌やわうん、ラジオ番組の収録の日、山本さんは僕の似顔絵を描いてきてくれた。よく特徴を捉えている。絵も嬉しかったが、僕は山本さんが以前にも増して生き生きとしていたのが嬉しかった。いやいやわ、ね、俺は関係ないとか思いながら生きてますからね、若い時はね。認知症なんてな、それは誰で、親父の話かお袋の話かみたいな。でもね、もうね、僕58、もうすぐ58ですけども、迫ってますね、これね。いやいやわ、認知症なんか絶対なりとうないでしょ。もう僕はなりとうないですよ、放送で彼は早期発見の大切さを強調した。脳からの SOS のサインは本人が一番早くに気がつく。変だなと思ったらまず専門医に相談すること。早期発見すれば早期に治療ができる。軽度認知障害から回復した山本さんの言葉には説得力があった。これね、専門医って何なんでしょう、認知症って。脳ですかね。あれですよ。ここにね、マンション購入の相談っていうのをやってるんですけど、1万1000円かな。まあ1時間、基本1時間ですけど、まあ2時間でも3時間でもやるんですよ、その料金で。でね、なぜかね、お医者さん多いんですよ。2割ぐらいちゃいますか。昨日か一昨日来はった人はね、お医者さんの奥さんでしたね。ご本人来られないからって言って、はぁと思って、旦那さんのお医者さんが、僕のブログ見たり、レポートを買っていただいてね、読んでいただいたりして、この人は信頼できるからここに行きなさいって言われて、奥さんいらっしゃってたんですけど、今まで認知症の専門医っていらっしゃってなかったような気がしますね。ぜひ来てください。
脳の先生がいますけどね、偉い先生がね、認知症関係のお待ちしてますんで、はい、もしご覧になってたらね、今度ね、こう榊のとこ行ったろうと思ってね、来てくださいよ。あのメールいただいたらもうその1万1000円いりませんから診断料取らんといてください、そうかりマンションとか不動産のご答えは何でもあのご相談になりますから、はい。週刊ポスト2020年2月21日号ですって。最近週刊ポストのお仕事ないんですけど、ポストセブンはね、毎週やってますけど、毎週って毎月か、はい。あ、週刊ポストあったかな、この前。まあええわ。まあそういうお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。